はい、どうも、ラギです。ナイス玉って、撃ち落とすことは一応可能じゃないですか。倒すことはできるんですけども、意外とね、耐久値があるんですよ。今回は、ナイス玉に、どのくらいダメージを与えたら、倒せるのか、検証していきたいと思います。どのように検証するかというと、まあ、武器の威力が、バルーンに撃つとわかるんですよ。プライムシューターだった場合42ダメージ。ローラーとかだとね、ダメージにばらつきがあるんですよ。例えばこれだったら106ダメージだけど、ちょっと上向いたりすると93ダメージでばらついちゃうから、ばらつかない武器がいいな。一番いいのチャージャーかもしれないな。フルチャージ、160ダメージ。スクイックリン140ダメージ。リッターだと180ダメージ。ちょっと覚えとこう。ここでナイス玉持ってもらって、さっきバルーンに測ったダメージを、まあ、自分でね、数えてね、何発入れたら倒せるのか、検証しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、2、3、4、3、23。23発。23発だけど、20発でアーマーが割れた。今一応20発で倒したんだけど、まあ、少し遅く撃ってたから、もしかしたらダメージ回復して20発になっちゃった可能性もあるから、今度連射で撃ってみます。123456789011234567666、俺6だと思う、これ6だ。42×16。672。672ダメージ。めっちゃ耐久値あるじゃん。1、2、3。3発で割れたね。420ダメージだじゃん。ね、420ダメージで割れたんだ。じゃあ今度スプラチャージャー、お願いします。1、2、3。あ、一緒だ。160×3、480ダメージ。1、2、3、4、5。5だ。5回。5回で割れた。次、リッターです。一発180ダメージだから、一発、二発360入った。まあ、3発か。俺、400ダメージだと思うんだよね。予想では400ぐらいだと思うんだよ。で、リッターって2発で当てたら360じゃないですか。で、プライムシューターって42ダメージじゃないですか。で、合計2発プラス1発で400いくんだよ。多分400で割れると思うんだよね。割れない。インクアーマーと同じような感じだから、武器によって与えるダメージ多分違うんだ。シューターだったら、いつもよりダメージが低く当たってるから、プライムシューターだったら、ま、15発ぐらい必要だけど、まあ、チャージャー系統だったら大体3発。